作戦地点に到着。目標捕捉。目標捕捉。ファイヤー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 。照準装置初期化完了。ボイドエクスプロージョン。サボイドエクスプロージョン。よーボイドエクスプロージョン。ライデンブレード。ボイドエクスプロージョン。ごめんなさい博士、あなたの忠告を聞くべきだった。自分が犯した過ちは自分で償わなければいけない。メジュ、一緒に離脱しよう。ダメだ。あなたの理性に従って行動しろ。俺を諌める時のように。機関座標に到達。時空アンカーを起動しますか。ベルト。アイ、何があっても前に進め。システムが回復した。ハイヘビが去った。ハイペリオンへの侵入もやんだ。ただシステムに何をしたのかはまだわからない。一時的にハイペリオンのメインシステムとネゲントロピーのデータベースを封鎖して損害を確認しないと。アインシュタイン博士、ブローニャはハイヘビの侵入に抵抗していた時、過去の記録を見ました。海縁の目、それと漁師の海とは何ですか。ハイヘビの探し物はネゲントロピーのデータベースにある研究記録にありました。1年前、ネゲントロピーは漁師の海で一体何を発見したのですか。わかった。1年前の実験の顛末を話そう。でもその前に、カカリアが送ってきた救援座標に向かおう。全てはあの海底にいる全文明起源の遺跡都市海炎城にまつわることだ。そこで名手ベルトが待っている。カーション、どんな困難が待っていても乗り越えてみせる。